戦乱の続くアフガニスタン。アメリカ同時多発テロをきっかけに始まった対テロ戦争は先月10年目を迎えました。アメリカはこれまで9万人を超える兵力を投入し、国際テロ組織アルカイダと反政府武装勢力タリバンの一掃を図ってきました。しかしタリバンはその勢力を徐々に挽回。戦闘は泥沼化し、民間人の死者は1万人を超えると言われています。アフガニスタンで26年にわたって復興支援を続けてきた日本人がいます。医師の中村哲さんです。決して戦車だとかこの武器では解決しないですね。アフガニスタンの人々を戦争以上に苦しめているのがこの10年続いている水不足です。作物が育たず深刻な食料不足が起きているのです。水不足を克服するために中村さんは7年前に用水路建設を始めました。今年2月、ついに用水路は目的地に到達。総延長 25.5 キロの水路が完成しました。乾ききった大地に豊かな緑がよみがえろうとしています。この子、ずんでぎんびるはで فصلونم کیجی او دلار رحم ده ډیره خوشاله سه افغانستان の9割近くはですね農民なんですね。だからその人たちが食っていくためにはやはり耕さなくちゃいけない。そう考えるとやはりこの砂漠化した畑をですね緑に返すと、これがまあ何よりのこのアフガン復興の基礎だと思うんですね。用水路の完成から息つく間もなく、中村さんは新たな仕事に着手しました。用水路の最下流の荒野に村を作り始めたのです。新しい村には自分たちが去った後も長く水路を使い続けてもらうための知恵が込められています。日本人ができる支援とは何か、自らの集大成に取り組む姿を追いました。今年8月、中村さんはアフガニスタンから日本に一時帰国しました。向かったのは福岡県柳川市。筑後川の下流に位置するこの町には江戸時代に作られた水路が張り巡らされています。アフガニスタンに用水路を建設するにあたり、中村さんは柳川をはじめとした九州各地の水利施設を回り、伝統的な治水技術を学びました。堰を作ってるね、水門ですね。水門で石板を入れて水が越えていく高さを調整して、
で例えばここを塞ぎますとどちら向こうから今流れてきているように見えますが向こう側が高くなるわけですね。そして他のところに流す水量といいますかの調整が割と簡単にできるということでこれも優れて日本的な方法ですね、うん、こういう緩やかな流れというのは泥が堆積するんですね。でその浚渫をどうするかとでこれをいかにそのきれいなまま保つかということでいろんな協力関係があったでしょうね。300年余りにわたり柳川の人々によって脈々と受け継がれてきた水路。アフガニスタンに作った用水路をこのように残すにはどうすればいいか中村さんは模索していました。中村さんがアフガニスタンで用水路建設を始めたのは7年前。当時国民のほとんどが農民であるこの国は深刻な水不足に見舞われていました。人村春州、豊かな穀倉地帯だったこの地域でも田畑は荒れ地となりました。アフガニスタンの平野部を潤していたのは標高4000メートル級の山々から流れる雪解け水です。しかし一年中あった雪が夏には姿を消すようになり井戸や水路が干上がりました。世界的な気候変動が原因と考えられています。生きる術を失った多くの農民が仕事を求め都市部へ流れていきました。で、まあ、水がないもんですから当然彼らは出て行かざるを得ないわけで、まあ、共同体は崩れる。それから、まあ、この家族を養うために、まあ、軍閥の傭兵になる、まあ、治安が悪化するという、まあ、悪循環ですね。でこれにはやっぱりみんなが安心して普通の農村生活で百姓はもう百姓で食っていくということをやらないとですねアフガニスタンも永久に良くならないだろうというのが我々の考えの、まあ、基礎にあるんですね。アフガニスタンに平和を取り戻すにはまず何よりも農村を再生せねばならない。中村さんが目をつけたのが干ばつの間も水をたたえるクナール川でした。この水を引き込むことができれば乾ききった農地に緑をよみがえらせることができます。中村さんは用水路を作ることを決意しました。 So how many meters? About how many meters according to your own impression? That long the pool long near 100 meters. 100 meters. Yes. Because doctor said that もともと医師で土木の知識の全くなかった中村さんはゼロから河川工学を学び水路の計画を練り上げました。That is good for interval for us. Yes. I'm originally I'm a doctor, medical doctor. 中村さんの考えた用水路プラン。
緑の大地計画です。クナール川から引き込んだ水を乾燥地帯に誘導し、最終目的地ガンベーリー砂漠を目指します。その距離 25.5 キロ、完成すれば毎秒6トンの水を送り込める計画でした。2003年3月、水路建設が始まりました。工事の噂を聞きつけ、多くの人々が集まってきました。元タリバン兵もいれば、かつてアメリカ軍に協力した兵もいます。パシュトゥーン人もタジク人もいました。立場や民族を超えて水路建設に挑みます。資材倉庫に入ると、並んでいるのはツルハシやハンマーなど人力に頼る道具ばかり。掘削機やクレーンなどの重機は見当たりません。現地の人々が自分たちの手だけで水路を維持できるようにしたい。中村さんはできるだけ機械に頼らない工法を選びました。そのために利用したのが日本の伝統的な治水技術でした。その一つがジャカゴです。筒状の網に石を詰め、護岸作りに用いられました。江戸時代の文献にはジャカゴを利用したさまざまな護岸作りが紹介されています。コンクリートのない時代、ジャカゴは治水の要をなす技術でした。日本では物の分によりますと、江戸時代にはすでに行き渡ってて、その頃鉄線がなかったんで、竹で網を作ってその中に石を入れるということで、やっぱりあちこち使われてたみたいですね。さらにアフガニスタンは石の宝庫で、もうあちこちに石が転がってると、このコンクリート構造物ですと、これ壊れますと地元の人ではなかなかお金もかかるしできないんですね。ジャカゴですと壊れても、石とこの籠がありさえすれば地元の人でもごく簡単に補修ができると。工事には毎日およそ600人が参加しました。働いた人には日当が支給されます。こうした人件費や資材などの建設費用は全額日本の NGO ペシャワール会に寄せられた寄付金で賄われました。